お米をこれに変えるだけで痩せる食材トップ3お伝えしていきます。お米は糖質だから太ると分かっているんだけれども、これがなかなかねやめられないなという方に朗報です。今から私がお伝えしますこの食材に普段のお米をこう置き換えていくだけで、あなたは健康的に痩せることができるんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやまたチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。また今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエット今すぐできる方法の動画4本無料でプレゼントしております。そちらの動画もぜひお役立ていただければ嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ではまず1つ目の項目です。なぜこの食材に置き換えるだけで痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてまずお伝えしていきますね。それはこちら、化学調味料や人工甘味料が無添加であるからなんですよ。これとっても大事なんです。例えばもうよくね、もういろいろありますよ、ダイエット食品って。もうこれがダイエットにいいってこういろんな加工してある食品ってあると思うんですけれども、そういったものの中には結構ですね、実はこういった化学調味料や人工甘味料が使われています。なので例えばその何かの製品がですね、カロリーが低いとか糖質ゼロとか書いてあったとしても、こういったものが入っていることによって、あなたは根本的なその痩せ体質になることがね、残念ながらやっぱできないんですよね。一時的だけです。またリバウンドが待っている。何が大事かと言いますと、こういったものが添加されていないということはイコール、あなたの腸内環境にとってとっても良いことになるんですよね。あなたがもしですね、健康的でしかもこう綺麗にもうるっつるでですね、綺麗に痩せたいって思っていらっしゃるようであれば、まずはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になるんですね。その時に邪魔するのがこういった添加物ですから、そこをまずは極力普段のお食事もその材料購入される時にはチェックしていただきたいなと思います。ポイントはですね、よくあるのが調味料かっこアミノ酸などと書いてあるのが実は化学調味料であったり、ノンシュガーとかね、糖質ゼロとかね、そういったのが人工甘味料ですから、ここポイントとしてぜひ覚えていただきたいなと思うんです。そしてもう一つのポイントは、ご紹介する食材というのはお米と違って太るもと、糖質がとっても低いものになるんですよね。やはりお米って美味しいですよね。もう炊きたてなんかたまらないじゃないですか。もうお米好きの方だったらもうやっぱ我慢できないだろうなってすごくねやっぱ思うんですよね。私もお米好きですし、まあ、ただ白米は食べません。白米は太るので、私はもう玄米なんですけれども、まあ、玄米に雑穀米入れたりとか、いろんなスーパーフード、まあ、キヌアとかアマランサスとかですね、そういったものをこう上手に混ぜながら美味しくね、いただいてるんですけれども、やはり白米というのはいろんな栄養をそぎ取った、もう栄養が残ってないものですから、しかも糖質が高い、血糖値が急上昇しやすいものなので、あなたの普段召し上がってらっしゃるお米もまずは白米からこういった玄米に置き換えることが大事。ただし玄米にだってやっぱりね、糖質って入ってるんですよね。そこで私が今回ご準備している食材というのは、その糖質そのものがもうほとんどないというですね、そういったものに置き換えることで、あなたは気にせずに食べることができるんですよ。では次の項目です。2つ目、一体その食材は何でしょうかということで、今回は実はそのお米、ライスですよね。ライスがですね、なんとお野菜でできているライスというのをね、私見つけてきましたので、次の3番目、一体どのようにその野菜のライスをお米代わりとして食べれば効果的に痩せることができるのかということをお伝えしていきたいと思います。ではいよいよトップ3、あなたにお伝えしますね。まず第3位はこちらです。イオントップバリューのお米の代わりに食べるカリフラワーです。こちらは冷凍食品です。でこちらはですね、よくニューヨークの、セレブの方々やトップモデルさんたちが、まあ、食べているということで話題になったんですが、カリフラワーライスってね呼ばれているものなんですね。それをイオンさんがこんな形で今作ってくださっているのを見つけたんです。でこちらはですね、お写真見えますでしょうか、見にくいかな、
もうまさにお茶碗にですね、このカリフラワーがお米のように見えるかのようなですね、小さくカットされたカリフラワーがもう本当お米みたいにね乗ってるんですよね。もう見た目白米です。ただし材料はカリフラワーということになるんですね。こちらはですね、カリフラワーをお米のように小さくカット、チャーハンやリゾットなどに使えますということで、こちら一袋あたりですね、300g も入ってます。こちらは、カロリーなんですけども、1/2袋、まあ、約 150g あたりのエネルギーがたったの 27kcal です。そしてタンパク質が 1.8g、 脂質がたったの 0.5、 そして糖質が 2.1 です。食物繊維も豊富で 3.2g 入ってます。でここがポイントなんですけれども、お米の代わりに食べると糖質がなんとお茶碗、1杯分、まあ、約白米 150g とカリフラワー 150g での比較になるんですが、なんとなんと糖質が25分の1なんですよね。いかがですか、このカリフラワーライスにすれば1回食べる白米の25倍も食べれるという、要は25回分で白米の1回分ということですよね。これすごい数値ですよね。びっくりしました。そしていろんなレシピ集についてはこちらの QR コードで読み取って見れるみたいなんですけれども、この裏にも実はですね、一品メニューが書いてあって、カリフラワー&五目チャーハンということで、これは何かと言いますと、冷凍五目チャーハンを少しこのカリフラワーに混ぜちゃいましょうみたいなねメニューなんですよ。なのでちょっとこれはですね、ダイエット向けではないなって私思ってます。ですから私はどうしているかというと、アレンジメニューでこういくつかねしてみたんですが、もちろんね見た目ちょっとパッと見お米白米っぽくて、わーお米だって思うじゃないですか、わーいと思って食べるんですけれども、やっぱり味はねカリフラワーですよ。あ、もちろんそうです。お米と思って食べるとやっぱりがっかりしますからね、そこはやはりですね、こう気分を上げていきましょう。これで痩せるんだと思いながらね、ちょっとテンション上げつつですよ、米だと思ってやっぱり食べるとねいいと思うんですよね。もう脳を騙すような勢いでですね食べていただくといいと思うんですが、やはりこのまま食べるとね何も味がありません。カリフラワー 100% で無添加ですから、何もそのお塩とかも何も味がついてないんですよね。ですから私いろいろ試してみたんですけれども、おすすめはカレーライスのライスの代わりにこのカリフラワーライスをされると、カレーって結構味がね濃いじゃないですか。なのでこう混ぜて食べてしまえばそこまで大丈夫です。そこまで大丈夫ってね意味が分からないですね、ごめんなさい。そこまでお米じゃないって思わなくていいということです。ですからちょっと味が濃いものとプラスされるとお召し上がりやすいかなって思います。またですね、これもいけました、卵かけご飯、生卵とお醤油と海苔とかですね、それも結構ねいけるなっていうねメニューになってましたから、あなたもぜひ、ちょっと増水するのもいいと思いますね。増水も OK ですよね。おかゆって感じじゃないですかね。やっぱちょっと味をつけましょう。卵入れたりだし入れたりですね、そうされると、あ、これはお米なんだっていうその気持ちも上がりますし、味もね美味しいですから、ぜひ普段あなたがもし白米が大好きでやめられない、でも痩せたいってことであれば、このカリフラワーライスを代わりにね使っていただければと思うんですね。でこのカリフラワーライスがなんで痩せるのかってその理由なんですけれども、まずはたっぷりの食物繊維が豊富なんですよ。ですからあなたの腸内にいる痩せ菌たちの餌となりますから、もうこれすごくねおすすめなんですね。でしかもその食べたものを代謝する力がある時に必要なビタミン B1、2、6 と、このビタミン群がですね入ってますから、あなたが召し上がった他の、まあ、おかず等々ですね、そういったものをやっぱり代謝する力を上げる力もあります。そしてあとカリウムがね、カリフラワーってとっても豊富なんですよね。なのでむくみが改善することができます。だってね嫌じゃないですか、せっかく体重落ちたのにむくんだままですと見た目が変わらないでしょ。そんなの嫌じゃないですか。しっかりとスッキリほっそりしたいですよね。そして周りからも、わあなんかスッキリしたね、細くなったねって言われたらもう本当嬉しいですよね。そのためにはやはりむくみがある方はむくみも改善する必要がある。そのためにこのカリフラワーの力を借りるのも良いと思うんですよ。はい、では続いて第2位はこちらです。イオントップバリューのお米の代わりに食べるブロッコリーになります。
こちらはですね、先ほどのカリフラワーと、同じなんですけれども、ブロッコリーをまるでお米のように小さくカット、これすごい細かくカットしてくださってるんですよね。もう私自分じゃ無理だと思うぐらいの小ささです。もうかなりの労力が必要ですよね、ここまでちっちゃくするのって。そしてチャーハンやリゾットなどに使えますということで、こちらは同じく 300g 入っております。かなりたっぷり入ってるんですよ。こちらも同じ量でしたね。で、2分の1袋あたりエネルギーが 34kcal、 タンパク質が 2.6、 脂質が 0.6、 糖質が 2.4、 そして食物繊維が 4.2g 入っています。で、こちらはですね、お米の代わりに食べますとということで、先ほどの比較なんですが、糖質が22分の1で済みます。ですから糖質の量だけ考えますと、カリフラワーの方がまだブロッコリーよりもさらに低めということになりますから、もうとにかくダイエットを1本でですね考えていらっしゃる方にしたら、やはり糖質制限したいってことになるようでしたら、やっぱりね、ブロッコリーに比べてカリフラワーの方がおすすめなんですけれども、やはりトータル的な栄養素ですよね。やはり白いものよりもこれは緑の緑黄色野菜の方が栄養価は高いので、やはり私はその腸活専門家として、またダイエット指導する立場のものとしては、栄養バランスもね、これはね大事になってくるんですよね。もう譲れないわけです。なので、こちらのブロッコリーは糖質量はカリフラワーよりも若干高めなんですけれども、トータル的な栄養素のバランスで考えますと第2位に選びたいなと思って、今回第2位に選びました。で、このブロッコリーですね、すごく痩せ効果高いんですね。カリフラワーともね被るところがあるんですけれども、とにかく腸内環境を整えて、善玉菌、痩せ菌の餌になる食物繊維も豊富ですし、先ほどと同じですね、むくみを改善してくれますし、あとブロッコリーがいいのは、この脂肪の蓄積を抑える効果が高いというところがポイントになります。そしてなんといってもデトックス効果がね高いんですよね。体の中に知らないうちにこう溜め込んでしまった有害物質です。例えばお薬を服用されている方もそうですし、空気中の汚染の、物質もそうですし、添加物もそうですよ。農薬とか知らない間にやっぱり体の中に溜まってしまうんですよね。それがなんともう一番嫌なことにですね、溜め込んだその脂肪に溶け込んでしまってるんですよね。これをなかなか出すことって難しいんですよ。そこでこのブロッコリーが持つ力で、その余計なものをこう外に、体の外にこう出してくれる効果っていうのがやっぱりね高いわけですから、やはり根本的にもう大掃除ですよね。もう家でもそうですよね。断捨離したら気持ちいいじゃないですか。大掃除ですよ。もういらないものをどんどん捨てれば、やはりすっきりしますし、いいものがやはり入ってくるためには空っぽじゃないとですね、なかなか入ることってできないんですよね。もう何でもそう、エネルギーもそうですし、引き寄せとかもそうじゃないですか。まずはいいものを入れる前にいらないものを出すっていうのがですね、ここがやはり運をつかむイコールダイエットを成功させるポイントになってきますから、そういった点でも私はこのブロッコリーをこのお米代わりに召し上がっていただくと良いと思うんですね。で、こちらも裏に食べ方が載ってるんですけれども、こちらも先ほどとなんか同じで、冷凍のピラフをちょっと混ぜてチャーハンにしましょうみたいな、ピラフにしましょうみたいなメニューなので、やはりここでお米食べてしまうと意味がないですから、私の立場といたしましては、ちょっとこういったお米と混ぜるっていうのも、せっかくでしたらやはり 100% このお米の代わりに食べるブロッコリーライスということでね、目標体重に行くまでは頑張っていただきたいなと思いますね。で、食べ方は先ほどと同じです。卵かけご飯でも良いですし、あとはカレーライスとかですね、もう同じになりますけれども、ちょっと味が濃ゆくなるものをセットで召し上がっていただくと食べやすいと思います。では、いよいよここから第1位をお伝えします。第1位はこちらです。イオントップバリューのお米の代わりに食べる6種の彩り野菜になります。こちらも同じく1袋 300g たっぷり入っておりまして、2分の1袋あたり 150g あたりエネルギーが 28kcal、 タンパク質が 1.7g、 脂質が低いですね 0.3g、 糖質が 2.6g、 食物繊維が 3.9g ということで、何が入っているかと言いますと、もういいとこ取りなんですよね。先ほどお伝えしましたこのカリフラワーとブロッコリーがもうセットになってます。
そしてそれ以外の4種が何かと言いますと、ズッキーニと人参と、黄色の人参とほうれん草が入っております。で、私がなぜこちらをね第1に選んだかと言いますと、もちろん今までご紹介した中では糖質量が一番高いんですよ。まあ高いと言っても低いんですけどね。これはお米のその、まあ、150g と比べたら20分の1で済む糖質量ですよね。そして食物繊維も豊富なんです。ただ私はやはりですね、あなたがそのダイエットに成功していただくためにはバッカ食べっていうのがですねおすすめできないんですよね。例えばカリフラワーライスがニューヨークのセレブたちが食べてて、こればっかり食べればいいんだってその思い込みでそればっかり食べたとしたら、痩せることがですね一時的にはできたとしてもやっぱりリバウンドしちゃうんですよね。なぜかというと栄養バランスが悪いからです。あなたがばっかり食べをされていると栄養が不足してしまいます。そうするとあなたのお体 の、 そのホルモンバランスがですね一気に崩れてしまうんですよ。もうバランスが悪いのが、ね、一番良くないんですよね。何でもそうです。中庸といってバランスってすごく大事なんですよね。偏ってしまっては効果が出ないということになります。そうするとあなたの体で何が起こってしまうかと言いますと、その味覚を調整するホルモンだったり体重を設定するホルモンだったりが崩れていくわけですから、もうどんどん甘いものが食べたくなってしまったりですね、あとはどんどん体重設定が勝手にこう上がっていくとか、そういったことになりかねないということになるんですよね。ですから私はこの2つもおすすめなんですけれども、やはりトータル的にやっぱバランスよくお野菜だってね取った方がいいなって思うんです。でもしもそのそうですね、この今3種類で3、2、1とお伝えしましたけれども、それを日替わりでローテーションでとかだったらいいと思うんですよね。なのでこればっかりっていうことではなくって、やはりこうローテーションでバランスよく召し上がってくださるとよろしいと思いますよ。はい、それでは最後におすすめのレシピご紹介したいと思います。もしあなたが便秘ですごく悩んでいらっしゃったり、肌荒れ悩んでいらっしゃったり、もちろん体重のこともそうなんですけれども、そのためにはこの普段召し上がっていらっしゃるお米をこのお野菜のライスに置き換えるだけで、あなたの腸内環境が整って自然と痩せ体質になることができるんですよとお伝えしました。そこでこの便秘解消には今までお伝えしましたこの冷凍のベジライスですよねにお茶碗1杯分よそっていただいて、全てもうレンチンでいいんです。もうカット済みですから、もうこれはね助かりますよね。だって自分であんな細かくカットするってもう手間じゃないですか。もうとてもじゃないけど続けられないと思うんですよね。私はもう無理です。あんなね手間がかかることってやっぱりめんどくさいじゃないですか私めんどくさいことねダメなんですよね。もうとにかく簡単で早いっていうねのが大好きなんですね。そこでこのカリフラワーライスであったり、こういった冷凍のライスをですねお茶碗にもさっとその適量ですねよそって、もうレンチンですよ。もうあっという間にできます。そしてなんと便秘の方はですね、腸内環境を整えて痩せたい方は少しですねそこでオリーブオイルをかけていただくとさらに痩せ効果がアップしますから、ぜひ試してみてくださいね。オリーブオイルも取りすぎちゃダメですよ。だいたいお茶碗1杯分ぐらいでティースプーン1杯ぐらいで十分、もうちょろっと垂らすだけでいいですから、そういった形でお米の代わりに召し上がっていただけますと、もう本当にですねこれは腸内環境もピッカピカになってもツルンとねお通じも出ますし、もうとにかくデトックスできますから、まずはお茶碗軽く一杯このベジライスをよそってレンチンをして、あとオイルをかけて召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。普段あなたが召し上がっていらっしゃるお米の代わりにこの野菜のお米に置き換えるだけで、あなたは長期的に健康的で綺麗に痩せることができます。ぜひ今から早速取り組んでみてくださいね。でまたご感想などコメント欄にコメントいただけましたら私とても嬉しいです。ぜひコメントくださいね。お待ちしております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。